はいどうも、はい、楽しい美味しいご飯の時間ですよ。今日はね、こちらでございます、こちらでございます。大盛りキャベツの、大盛りキャベツのスパゲッティ、大盛りキャベツのスパゲッティでございます。いただきます。その前にこちら、ストロングゼロでございます。ちょっと鼻がね、今鼻が詰まってんだ。今さっきくしゃみたくさん出てね、鼻が詰まってんの。いただきます。ああ、おいしいね。よっしゃ、こぼしちゃったしな。また全然こうしよう。今見ました。こうしてこっち閉まったから引っ張ろうってやったら、よ、こっちまたピロンと戻ってきた。あ、ちょうどよくなりました。いただきます。あー、花粉なのかな。さあ行きましょう。キャベツね。味付けはペペロンチーノに近いですよ。ペペロンチーノに近い。ただね、鷹の爪とか、要は唐辛子が七味しかなかったの。七味唐辛子しか。だからニンニクと七味唐辛子、ちょっと多かったな。これちょっと多いな。キャベツ辛、あ、いいね、いいね。キャベツ、ニンニク、七味唐辛子、塩コショウ少々、ベーコン、うん、うん、ああ、味付けは完璧だ。ああ、味付けはよくできていますよ。キャベツこれ半玉ぐらい使ってるね。ああ、前もおすすめした通り、IH で、しかも1個しかないから、まずお湯を沸かして、塩入れて、キャベツ入れて、キャベツ取り出して、で麺茹でてって、沸かし直すのあれだし、キャベツの旨味も出てるから目に入るでしょっていうことで、うん、キャベツを取り出した後で麺茹でました。うん、ああ、辛みが、いや麺吸ってるわ。キャベツ、キャベツくるくる回した、麺が吸ってる。ほとんどキャベツだ。うん、うん、うん、ほら七味唐辛子でもね、いいですね。ごまとか入ってるけど、あ、ペペロンチーノのなんつうんだろう、シンプルだけど美味しいみたいな、あれプラスこの唐辛子の種類が多いもんだから、どっちがいいとかいうわけではなくね。七味でもないときはいけないことはない。辛っ。とても美味しいですよ。キャベツは、キャベツ自身がさ、自体がちょっと甘いからか、あー鼻が、ごめんなさいね、甘いからか、食べててもね、そんな強烈には
ないですけど。この麺だね。よく吸っているもんだから、あうわこれは、なんだかこれキャベツもうちょっと小さく切った方がよかったのかな。一緒に食べれない麺と、うん、あー非常に辛いけど美味しい。実際本当はこう、もう熱いな麺、本当はもっと茹でようと思ったんですよ。ただ茹で上がった後のキャベツのボリューム見た時に、これ乗っからんぞと、このね、さらにそれでこの思った量の半分ぐらいしました。またキャベツはピンいた、またキャベツはピンいました。うん、あーカレー、あっつ、汗出てきてるの分かります。うん、これ僕初めて作ったけどなかなかいいね。っていうかこういうメニュー ありましたっけ、キャベツペペロンチーノみたいな。まああるはずだけどね。でもペペロンチーノではないんですよね。だからペペロンチーノはあれだから、あ、いや辛い辛い、ん？ちょっとこれ辛いぞ。瓶のね半分ぐらい入れました。ちっちゃい瓶の、あんまこんな辛くなると思わなかったから、うんうん、あでも僕は決して辛いの得意ではないですけど好きです。チンマー屋さん、チンマー屋さんの麻婆豆腐辛かったけど美味しかった。動画にはしてないです、ずっと前ね。蒙古タンメン中本さん辛かったね、辛かったけど美味しかった。動画にはしてないです、もうずっと前です。
まで辛くなるとはでも本当思わなかった。ああごめんなさい。ちょっと入れすぎたかな。あれもちょうどいいっす。美味しいっす。花粉のせいかな。花粉のせいなのかな。判断が鈍るっていうそういうこともあるらしいですからね、花粉は。はあ、ちょっと鼻水はちょっとごめんなさい。ああ、っしゃー。今鼻水除去作業中です。しばらくお待ちください。ただいま工事を行っております。しばらくそのままでお待ちください。もう間もなくです。もう間もなくです。整いました。ありがとうございます。ちゃんとここに置いててよかったね。よしさ、いやもっと食べたいぐらいだけどな。もう残りあとわずかです。言ってたな。ニンニクはあのチューブのやつ使いました。それでも十分おいしい。ニンニクの香りも出るし、もちろんフレッシュなやつにはかなわないですけど、じゃもちろんかなわないけど、ニンニクといえば青森ですか。ニンニクは青森県産で有名だね。あれなんだっけ、青森関係ないですけど、ニンニクで、もともとか一粒だけみたい なありましたよ、なんかね、そういうニンニクね、もともと一粒だけみたいな、玉ねぎみたいな形した、確かなんか見たな、どっかで、あの可愛い形、もう一粒だけなんだよ。食べたんだっけな、どうだっけな。武蔵小杉かどっかで食べたんだっけな。見た時だっけな。辛いけど美味しかった。最後のこれよ、フォークで刺して取れるかどうかよ。あっつい。美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、また明日。はい、どうも、お知らせの時間ですよ。たたた探検組合さんがお送りする春夏コレクション下北沢駅前劇場、2月はもう過ぎました。4月12日から16日まで、下北沢駅前劇場ですよ。もう駅から降りてすぐ近く、もうまあまず迷わないでしょうという場所で、今度は舞台をやりますので、で僕もあのたたた探検組合さん参加させていただいてます。4月の12日から16日までです。14、15、16、お昼の会、
このぴょんぴょんぴょんのこれね、星のマークがついてるところはちびっこウェルカムステージでございます。泣いちゃうようなお客様、ちびっこが来てくれても大丈夫。暗くなって泣いちゃったりしても、ワンワンワンってこうどうしようかなっていう風になったりしても大丈夫。周りの人、優しい人ばっかりが揃ってる会が、この星のマークがついてる14、15、16のお昼の会でございます。ちびっ子がいるご家族、ご家庭の皆様はぜひこの日を目指して遊びに来てください。終わった後で、舞台が終わった後、ちびっ子たちは楽しいゲームとか、なんかちょっとしたイベント的なことをやって、お土産を持って、おいしいお菓子とかね、まあその時によって何か違うから何とも言えないんですけど、お土産を持って帰る、こんな素晴らしいことはない、さすがたったった断言組合さんでございます。ありがとうございます。ちびっ子はこっちね。でそして、木島の場合は13、14、15、夜の会、終わった後交流会をいたします。ありがとうございます。皆さんにお会いできるのを僕はとても楽しみにしておりますので、ぜひ遊びにいらしてください。もう早いですよ、さすがですよ、たったた探検組合さん。チケット発売して、その日にもうこの初日は残りわずかで、2日後か3日後には初日はもうすでに完売しております。あ、そうだそうだ、言うの忘れてた。12日はもうすでに完売しております。ですのでそれ以外の日を目指して、ぜひご予約の方よろしくお願いいたします。皆さん、僕は皆さんにお会いできるのも、さっきも言ったか、楽しみにしておりますので、でご予約はこの動画の下の方に、ご予約のリンクを貼り付けてありますので、ぜひそちらの方からカタカタカタポンというふうな形で、ご予約の方をよろしくお願いいたします。それでは皆さん、お会いできるのを楽しみにしております。